それと一緒にね、あの平和のシンボル、これは武人の炭鉱で買った、うん、ね、子供なんかはあの海外旅行行って買ってきたり、そのためにその妻と二人でね、まあ、コツコツ集めた、うん、お茶だけ、お茶だけどうぞ召し上がってくださいませ。どうぞそちらです。で今日の話のね、はい、一番の主たるテーマは武人戦犯管理所の思い出、はい、というようなことでいいですか、はい、あの主なるテーマはね、はいはい、で軍隊当時の自分たちの中国で犯した罪とそういうようなことはあまり触れなくていい、そういったことも、まあ、織り交ぜて、だから私は戦争でその要するに敵から中国の軍隊から攻められてその生きるか死ぬかの危ない目にはいっぱい回ってないけども、しかし自らが犯したその罪はね、私 の、 あの5年間の兵隊経験、 あの経験の中では一番その心に残る傷ですね。1945年のね6月のことですね。それから山東省の薩覚荘というところにいたわけよね。でその時大隊長の命令でその私教育しておった諸能兵30名に捕虜4名をね柱に縛り付けて、そしてそれを突き殺させた。30名に交代でね。でその時その4名の中国人、これほとんど全部農民なんですよね、逃げ遅れた農民、その中にその15、6歳の少年が一人いたわけです。そう彼は殺されると分かった時にね、私の足にすがりついて、その母親が一人しかいないんだと、帰りを待ってるから返してくれと泣いて訴えたわけですね。でその時自分のやっぱりね、両親に耐えられなくてね、自分の郷里の母親のことを思い出して、母親が一人生き残っていたんだけども、だけど日本の軍隊ではその上官の命令に背くということはね、自分の命との引き換えでしかできないという、諸能兵に仕えたわけですね。この今強く思うものはね、小さい頃 の、 あの教育、それは非常に大きいということ。つまりその日本は世界一の優秀な民族である、中国人は劣等民族であるということを小さい頃から教え込まれたでしょ。だから大学を出てそういうような考え方は抜けたようでありながら頭の隅に残っている。だから中国へ行ってね、中国の人たちが殺されるのもあまりその何て言うな、心に咎めるような風ではなかった。で私は大学教育を受けているんで、しかしね、政治に無関心、政治に無関心であった。中国行く前はあの長野県の中等学校の教師をしていました。で従ってその当時中国で行われた日中戦争ね、この戦争も何て言うんだな、この向こう岸の火事っていう言葉がありますね。向こう岸の火事のように前見ていたね。兵隊としてね中国に渡ったのが
1942年。でね、その時でもそのなんていうんだな、その自分はね、こう日本の軍隊は中国で家を焼いたり、平気でその捕虜を殺したり、強姦したりしているね。で、そういうことは僕はまあ絶対ではやらないので、僕は日本軍隊とは別の人間であるというような考えでいたためにね、そのなんていうんだな、戦争の罪悪をこうなんていうんだね、自分に関係のないようなもので考え方で見ていたわけですよね。だから自分がその諸年兵に捕虜を、中国人捕虜を突き殺させた、そのこともあれは大隊長が命令したんだから私は責任ないと思っていた。あの一名の女性がある下士官の慰安婦にされていた。それが錯覚症の駐在が長くなって食べ物に若干苦しむようになった時に、彼はその女性を殺害し、その肉を食べ、自分で食べたばかりではなく、中隊に今日は大隊本部から肉が上がったからとごまかして、それを中隊の全兵隊に食べさせたという噂を聞きました。ハバロスクからね、私たちは貨車に乗ったわけです。で、その時ソ連の係官はね、これから君たちは日本へ帰ると。で、しかしその貨車はね、その錠がかけられて、着いたところがウラジオストックではなくしてね、ナオトカではなくして、中国のスイフンガだったのね。降りてソ連から中国側にその身柄を渡された。それで今度乗ったところはね、客車なんですよ。それはいくらでも貯めてよろしいというこの満島があり、それからお肉がありね、もうお茶がある、もう食べたい放題のものでソ連で。我々は満腹になったことはないんですよね。いつも慢性飢餓だったのが。だけど美順戦犯管理所に着いた時にはですね、日本人戦犯管制所と書いてあったのよ。日本戦犯管制所。それでみんなね、また今度驚いちゃったわけよね。で、戦犯というのはこの天皇やね、天皇につながるその何て言うんだ、侵略戦争を計画したり、それを戦犯だと言われて、みんなやけになって、その大きな声で歌を歌ったり、それで開けてもくれてもこの遊び、この麻雀とか将棋とかに遊びほうけてたわけね。で、これに対して中国のこの
工作員たち、管理所の工作員たちは声を荒げるんでもなく大声ね、それからそう殴るでもなく、一番その私たちに身近なあの指導員とその通り言ったわけね。そこにね、ウー先生っていうのがいるの。ゴという字に公然、公はあの三髄に継ぐるという、 それからしかしながらのしウー公然という指導員がいたんだよね。書きましょうか。ちょっと目が悪いんで、三髄に継ぐる、三髄に継げる烏公然で、この方は朝鮮族だったんだけどもね、日本は匠だったんです。日本でその先生はね、その一番初めにその先生が何て言うんだな、新しい社会というね放送をされたわけ。新しい社会ね。で放送が終わると各部屋を回ってきてね、今の話分かりましたかって、で各部屋をこう笑顔で回って歩かれるね。実にその先生のね、お父さんが日本軍のために殺されてるんですね。親兄弟あるいは異国民を殺害した人間をですね、人は日本戦犯にしたと思います。だから我々がね、戦犯が今までは人を殺しても何とも思わなかった、いわゆる殺人鬼ね、人を殺そう鬼が再び人間の間に蘇る一番のきっかけは中国のこの創造でするね、人道的な待遇であったわけで、そして初めて中国このなんちゅうんだな、この今までは自分を擁護する立場であったのがね、この偉大なこの我々が過去軽蔑した中国人が実に立派な人間であるということに、今度は中国人の立場になって戦争を批判できるようになったんですね。1954年の3月に、君にはまだ帝国主義思想が残ってるとね、みんなが言うわけ。というとね、なんちゅうんだ、あるものは涙を流してまでは謝罪する。で、そういうような人たちはもうパスするね。だから事柄を挙げるだけではなくして、それに対して自分が心底から謝罪するという気持ちがなければパスしないんですね。で、僕はそういう点で遅れてやっと3回その今の妻とそれから弟が迎えに来てくれましたね。いい名付けだったんです。で、まあ、帰ってきてから生きて帰ったら結婚するということで、だから丸15年、まあ、待ったわけですけどね。
ね、置いてください。はい、ここへ置いてきましょう、はい、ね、帰った年のね、あの12月に結婚式を挙げて、その結婚式の時の写真です。これはいつと、それも87歳ぐらいですね。それがユシュパーシチーソイ、行った人生と行かなかった人生、うん、どういうふうに違うと思いますか？それはね、あのあまりも考えたことはありませんけどもね。で、大学時代のやっぱりあの青春時代には理想があったんですね。で、私はやっぱり哲学系の科目を出ましたから、まあ大学で教鞭を取ると、で自分の学問体系、倫理学の学問体系を作りね、そしてそれをその大学で講義をするというのがね、私の願いであったわけで、そのことは戦争によって完全に踏みにじられた。それは悔しいですよね。確かに悔しい。だけど、例えばね、今思うことは、その道を仮にその実現できたとしてもね、おそらく今のような、なんていうか、政治に関心を持ちね、政治の関心を持ち、例えば小泉さんのああいうような内閣に対するね、反抗の反対のね、運動とかいうものは起こさなかっただろうと。今から2年前ね、神奈川県の、国立横浜大学で、講演しました、うん、で主に話したことはね、で私たちの師団の行った三光作戦、三つの光の三光作戦、そしてそれからさらにその、ソ連から中国へ渡っていってね、中国でもう想像もつかないようなこの素晴らしい待遇を受けた中で、我々戦犯が全部過去の戦争がね、侵略戦争であったということで、中国人の立場に立ってその戦争を批判できて、で一番最後にその今の小泉政権は非常に危ない政治であるということを、まあ、説いたわけで、その後若い人たちがその受け継ぐ会っていうのをね、私たちの政治を受け継ぐ会をやって、で神奈川の支部会 で私たちを呼んでくれて、その今なおね、この何て言うんだ、単に本を読むだけではなくして、自分のこの過去のことを話しね、戦争がいかに罪悪であるものかということを話し、また今の政治が非常に危ないということをね、常に訴えてきています。でこれは中国の干渉で得たね、まあ、成果であると、とともにその過去私が犯したその犯罪ね、犯罪に対する償い、それから私たちの手によって死んでいった中国人のね、平和の願いを、今その人たちが叶えられない願いをね、実現するという、そういう思いもあります。私たち夫婦はここで郵便局、特定郵便局といった小さな郵便局ね、昔三島郵便局、その特定郵便局の局長と主任をやってたわけ。そのために2人の今恩給が出ていますからね、今年金ですけど、その年金は2人を合わせると約50万ぐらいになりますのでね、だから一般サラリーマンの中くらいの生活ができています。で子供も、大学をやって、その横浜医大を出まして、今医者をして、その、今市川の安藤病院の副院長をやっております。はい、だから生活には困りません。これはね、ピカソの旗でね、東京の丸善に
妻と行った時にね、この二人で気に入って買ったんですよ。これ割に高くてね、9万円ぐらいしたかな。でも気に入ってるんですこれね。あの平和のシンボルだけどね、戦う鳩って